1番上がるプレーはオフェンスチャージ。ご視聴ありがとうございます。トーコです。シーズンが終わると楽しみではあるものの憂鬱なニュースが入ってきますね。そう、自由契約者選手リスト、通称 FA のニュースですね。この自由契約者選手リストに載る選手はまだ所属チームとの契約が済んでいない選手で、その理由としては契約が遅れているだけ、移籍する予定、引退予定の3つが挙げられます。要するに退団か残留かですね。退団の中でも引退が一番悲しいですね。次の舞台でも頑張ってほしいです。ということで今回の動画は現時点での自由契約者選手リストのまとめです。このリストは毎週更新され、5月9日が最終告示、8月31日が最終契約ラインです。それでは行ってみましょう。4月25日時点でリストに掲載されている選手の一覧はこんな感じです。全部で53名がリストアップされており、前年の40名ほどに比べて微増です。掲載者数が多いチームから順に見ていきましょう。まずは山梨クイーンビーズから。全部でなんと9人が掲載されています。今季スティール王を獲得した水野選手が掲載されているのが少し気になりますね。続いて愛心、8名が掲載されています。愛心の中核にいた遠藤選手が引退でチームを離れてどうなるのか気になります。3番目に多いのはアラン・マーレで、7名が掲載されています。今年ダブルリーグに参入したアラン・マーレですが、早速苦境に立たされている感じです。続いて1名少ない6名で新潟が来ます。新潟は今季も1勝しかできておらず、ここ数年は不安定なチームマネジメントが続いています。続いて今季ベスト4を逃してしまった強豪のデンソーアイリスより4名です。実力派ガードの近藤選手、稲井選手の2名が引退ということで補強が急がれます。同じく4名がリストに載っているのが東京羽田です。今季は惜しくもプレーオフを逃しましたが、パワーフォワードの小笠原選手が注目です。あとは数名ずつなので重要選手をピックアップします。まずはやはりトヨタ自動車の三好選手、彼女の引退は間違いなく戦力ダウンです。とはいえ優勝して引退というのはとても綺麗で本当に良かったなぁと思います。そして今回一番のビッグネームといえばこの2人でしょう。日立ハイテクの2大エースである谷村選手と北村選手です。特に谷村選手は日本代表にも招集されるリーグ第3位のインサイドプレイヤーです。逆にエース2枚が抜かれる日立ハイテクはこれからどうなってしまうのか気になります。最終告示は5月9日に出揃いますので、まだまだ増えるかもしれません。何本か動画で追いかけたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。